こちゃす自称レゴブルーだ。はい、今回紹介するレゴはこちらです。はい、こちらです。レゴスーパーマリオ3本の砂漠チャレンジです。はい、今回はレゴスーパーマリオの拡張コース3本の砂漠チャレンジを作ります。前回の動画でこちらのレゴスーパーマリオスターターセットを組み立てて遊んでみました。もう一言で言うのであればめちゃくちゃ面白かったです。こちらのスターターセットの動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせてみてください。はい、今回の動画でこちらを組み立てて遊んでいきたいと思います。こちらのセットは前回紹介したこちらのスターターコースの拡張セットになってます。これだけ買ってもまあ遊べないことはないんですけど、できたらこのスターターコースと一緒に遊ぶのをおすすめします。ちなみにこの拡張セットは3本以外にパックンフラワーもあります。このセットにチョロプーとタンボが入ってます。個人的な話なんですけど、僕ゲームキューブのマリオパーティー7か6でこの3本を連打でダルマ落としで叩くゲームがあったんですけど、もうそれめちゃくちゃやったの覚えてます。で、僕の友達がもう高橋名人かっていうぐらいめちゃくちゃ連打早い子がいて、いつも遊んだ時にニューレコードを更新しまくったのを覚えてます。チョロップはもうあれですね、前回作ったクリボーとまあほぼほぼ形は一緒ですね。でチョロップといえば、まあ僕思い入れあるのはファミコンのマリオ3で高速戦艦でスパナめっちゃ投げてくるんですよ。もうあれにすごい手焼きましたね。はい、箱の裏はこのようになってます。冒頭でも説明した通り、こちらのスターターコースと組み合わせてこのように遊ぶことができます。はい、箱の中にはパーツが入った袋が3つと黄色のベースパーツが1つ、そして説明書が1冊です。でこの説明書なんですけど、多分今まで開けたレゴの中でめっちゃ薄いです。全部で4枚ですね。はい、めっちゃ薄い。レゴスーパーマリオの組み立て説明書はアプリをダウンロードしてからじゃないと見ることはできません。この説明書は基本的にアプリをダウンロードして組み立ててくださいということになってます。それ以降のページは他のレゴマリオの商品ページになってます。では袋からパーツを取り出します。はい、袋からパーツを取り出しました。結構小さいパーツがたくさんあります。では組み立てます。
はい、完成。サンボの砂漠チャレンジです。パーツ結構多めだったんですけど、いざ組み立ててみたら結構ちっちゃくなりましたね。まあ小さいんですけど、パーツ密度的に結構あります。これは僕がさっき言ってたゲームキューブのマリオパーティー7のサンボのなんだっけ、ハンマーチャレンジかなんか忘れたんですけど、あれですね。もう完璧にもうあれにしか見えない。はい、じゃあ近くで見ましょう。まずこれがサンボです。サンボの後ろのこのパーツが何だろうと思ってたんですけど、これはなんと支えになっていて、これをスライドして入れることでこんな感じで引っ張っても取れなくなります。これはよく考えられてるな。はい、そしてこれがチョロプーです。全体はこのようになってます。上側と下側。このチョロプーなんですけど、前回作ったクリボーとまあほぼ一緒ですね。形は一緒なんですけど、大きさ的にチョロプーの方が上になってます。チョロプーはモグラがモチーフなので、ちゃんと爪もあります。個人的にはここになんか取っ手のパーツとスパナがあれば、もう完全にマリオ3の高速戦艦のチョロプーになるんですけどね。はい、ではこのサンボの砂漠チャレンジのメインギミックを紹介します。このハンマーを使ってチョロプをダルマ落としの要領で倒します。では行きます。おお、これは面白い。これ完全にマリオパーティー7のゲームを思い出しますね。力はそんなに入れなくても倒れますね。こんな感じでスッと入れても倒れます。じゃあスターターコースのレゴマリオとゴールフラグと土管、こちらを組み合わせて遊んでいきたいと思います。ここのハンマーにカラーコードがありますので、どんな音が出るのかちょっと気になります。では遊びましょう。ん、これはなんだ、あ、3か、ファミコンのスーパーマリオワールドかな。ではサンボをダルマ落としの要領で倒します。おーほー、あ、これいいな。一番下の胴体にカラーコードがありますので、これを置いてコインを大量に取って、で最後チョロプーを倒して、でゴール。おお、面白い。個人的にはやっぱこのサンボをダルマ落としの要領で倒していくのがめっちゃ楽しい。よし、もう一回やろう。あ、チョロプどっか行っちゃった。まあいいや。そしてこのレゴマリオはこのブロックに反応します。反応するとこちらマリオの中に砂漠が出ます。これで歩かせると砂の上を歩いてる音がします。これ後に沼地や氷山とかまあ出ると思うんですけど、その時もなんかこういう音出るのかな。これはめちゃくちゃ楽しみだ。はい、レゴスーパーマリオ3本の砂漠チャレンジはこんな感じです。はい、ということでレゴスーパーマリオ3本の砂漠チャレンジを組み立てて遊んでいました。この3本の砂漠セットがゲームに忠実に作られてるところがやっぱレゴマリオのいいところだと思いました。まあ今思えばバックフラワーのセットも買えばよかったなってちょっと後悔してます。でこのセット自体が確か3000円いったかいかないかぐらいの値段だったので、マリオのスターターセットが7000円弱だったので、実質1万円払えばレゴマリオとこの3本の砂漠セットが買えます。まあ僕は8月か9月ぐらいに発売されるお化け屋敷とクッパー城セットは年内中に買おうと思います。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おなら、イエーイ。